でしょ、無駄だろ、無駄でしょ。佐々木朗希マザコンっぽい顔してる。どうも、富山です。はい、まあ、今回ですけども、甲子園のね、近くにね、めちゃくちゃうまい、カツ丼屋さんがあるということで、結構量もね、デカめということで、そこにちょっと行ってみたいと思います。というか甲子園めっちゃ久々だよね。甲子園駅でこの降りたのめっちゃ久々だよね。今 5.6 度ってことで、リアルに日本シリーズ以来かもな、普通に。俺は甲子園の初めて。ティショップアルプス福袋も買いに来てないからな。でも皆さん、チャンピオンに買いますか？チャンピオンいいね。買った。買ってない。なんか、その感じ買ったんかと思ったんだけど。俺はでも、再販で買ったわ。だから8月ぐらいのところで。言ってもあれやろ、背番号誰？やっぱね、優勝に、やっぱ一番貢献した選手のユニフォームにしようかなと思って、村上選手の買いました。村上そう、村上頌樹のユニフォーム、チャンピオンいいね。8月ぐらい届きます。だからめちゃくちゃ後やから。だいぶ待たないといけない。もうちょいなんか早めにできなかったんかね。6月ぐらいには欲しかったけど。ということで、まあ、親子丼、違う、カツ丼なんですけどね、甲子園駅の、甲子園駅から多分10分ぐらいで着く。甲子園の高架下通って、正門これ。正門というか、なんか甲子園来たことある人は必ず通る場所でしょ、ここ。セブンイレブン、新しくセブンイレブンができてる。あれがね、あれセブンイレブンあったっけ？いや、そもそもなかった。なかったよ。ローソンがあって潰れて、そのセブンイレブンの通りをずっとまっすぐ行ったら着きます。大力食堂ってところですね。結構なんか評判いいらしいんで。ただ、一番心配なのがなんか休みが不定休で月に1回だけあるみたいな。これが今日2月1日なんですけどね。2月1日やったら。ちょっとやばい。違う。でも可能性はこれあるからな。臨時休業。臨時休業またんの。なくはないから。月に1回だから、今月で2月始まったばっかなんでね。それで、ワンチャンあるなっていう。まあでも、平日いきなり休まないか。さすがに。日曜とかしよう、多分そういうの。このたこ焼きはうまいんかな。たこ焼きハウス。これどう？ 6個で440円か。でも安いよ。良心的な価格。まあ、ね、月当たりまでやってきました。果たして、やってるのか。多分右に店があるはず。これで、しますか、どうしよう。甲子園の商店街に来たけど、この辺初めて来たから、この辺。新甲子園商店街。ビワ。スーパービワ。あれやん？あれや人で。大力食堂どこ？でもなんか甘辺だった気がするんだけどな。大力食堂。あと20メートル先だっけ？え、待って。あれ？あれか？富山ちゃん。え？速報。閉まってる。今日？金曜日。木曜日。7時まで？マジで？あれか、あれか。閉まってる。閉まってるやないか、おい。7時まで？ 23時までとみたいな。はい、ということでね、リベンジ編です。この真っ昼間、はい、昼なら空いてるんじゃないかということで、投石したいと思います。はい、まあ、準レギュラーアキラですね。今週ね、この週開けといてねって言ったんですけど、なんか忘れてたか知らないんですけど、開けといてね、OK って返事返ってきたにもかかわらず、はい、今週は厳しいっていうまさかのドナキャンということで、まあ、アキラあるあるですね、これは。前回コナンの映画4月にあったんですけどね、それもなんかドナキャンされたんで、はい、今回はちょっと一人で行きます。まあどうせね、あいつは多分彼女と会ってるでしょ。彼女と言ってもね、お金払って会うのは彼女だと思うんで、はい。まあ、それだったらね、こっちを優先してほしかったですけどね、やっぱ準レギュラーですから、変な彼女とね、会うくらいならね、こっちでカツ丼食べた方がいいんじゃないかと、僕は思うんですけど、皆様はいかがでしょうか。さあ、運命の場所までやってきましたね。前回はね、ここね、左に曲がって絶望のシャッターあったんですけど、今回はどうでしょうか。おやってるぞ。やってる。大力食堂やってます。やってました。これが本当の姿ですね。さあやってきました、大力食堂さん。壁には無数のサインが飾ってあり、
創業50年の歴史を感じる無数の色紙である。名物のカツ丼を求めてこの場所に足を運んだお客様がどれだけの満足感を得て帰っていったのか、それは色紙の数を見れば一目瞭然だ。この令和の時代において各テーブルに夜間のお茶が置いてあるのもまた味があって良い。さあ、カツ丼屋のおごれる一杯。昭和の香りがする麦茶は最高にうまい。まるで昭和時代にタイムスリップしたかのようだ。昭和時代を懐かしんでいたらカツ丼が着丼。なんということだ。見たこともない、見たこともないデカさ。これが750円、たった750円、甲子園名物大力食堂、大力食堂名物カツ丼。これが50年愛された秘訣、デカ盛りカツ丼。今はデカ盛りカツ丼というカツ丼はなくなっているのですが、十分デカ盛りカツ丼として売れるような、そんなボリュームです。味が確実に染み込んでるだろう卵と、その下に隠れている肉がもう尋常じゃないくらいうまそうなので、早めにいただきます。さあ、早速いただきましょう。と、その前にサムネ撮影と思ったんですけど、ちょっと量が多すぎて無理でした。いや、もうええから早く食わんかい、早く食わんかい。さあ、また肉とご飯をガブリーバカマシー。創業50年、甲子園を訪れる人たちが笑顔になって帰る秘密がここにある。お店の PR は一口食べれば誰もがわかる、そんな衝撃的なうまさ。さあ、改めて肉だけ行く、攻め込んでいく。余分な脂など一切ない最高の肉はとてもうまく、出汁が染み込んだご飯をかき込まずにはいられない。うますぎてもはや脳死レベルでご飯をかき込んでいる。そんなレベルのカツ丼屋はこの虎山25年生きてきて初めてである。間違いなくカツ丼屋の中で歴代ナンバーワンを更新。この大力食堂のカツ丼、ただものではない。食べても食べても全く底が見えない。本当にこれが750円でいいのかと食事中何度も思うほど量はボリューミー。器だけ見たらもはや二郎系ラーメンである。この少し甘めのお出汁とふわふわの卵は最高のコンビネーションで、通楽になっているためこんなにでかい器なのに、そこにある方のご飯でもしっかりつゆが行き渡っている。そしてこの漬物のたくあんもただものではない。黄色ではなく橙色に輝くそのたくあんは衝撃的なうまさで、臭みが全くなくもはやフルーツである。大力食堂バカうまし。どうも、津山です。まあ、ちょっとあの日ね、帰り結構急いでたんで、帰り道ね、動画は撮れなかったんですけど、まあ大力食堂でマジでうまかったね。マジで今まで食べたカツ丼の中で一番うまかった。うん。しかもあの値段であのクオリティでしょ。あれを超える店は多分ないですね、このコスパで。うん。まあ、ただ美味しいカツ丼とかあったらね、それなんか2000円、3000円するカツ丼あると思うんですけど、あの1000円以下で、あれはやばいですね。正直1200円ぐらいの価値はあるんじゃないかと。あの量を見ても、正直ちょっとやばかったですね。食べきれるかなって一瞬思いましたね。マジで二郎系ラーメン食べてる時の感触でしたね。最後に告知なんですけど、インスタのストーリーでね、今、千葉山に質問、千葉山の質問箱をやってるんで、なんか千葉山にね、質問がある方は、僕のインスタのね、ストーリーで質問してきてください。たくさんね、お待ちします。